はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということで、本日バズフィードズのクイズ、診断実況をやっていきます。あなたの聞き脳はどっち？直感で答えるですと。直感的思考の右脳か、論理的思考の左脳か、それとも両方。これって本当なんですかね？やっていきましょうね。自称僕は、論理的思考だと思います。結構考えるタイプなんですよ。その直感的、なんか本能で動くタイプじゃないんで、僕って。その本能的と直感的が同じかどうか知らんけど。結構考えちゃうんで、あれこれあれこれとパターン化してな。っていうと、聞こえはいいけど、要するにビビリってことだ。やっていきましょう。今一番食べたいものを選んで、深く考えすぎる直感でどうぞな。いるよな、よくこういう、お店屋さん見かけるとすぐ購入して摂取する人、俺そういうことしないんすよ。高いじゃん、だって。マスク外すの面倒じゃん、だって。だから、俺、流行りのなんだっけ、マトリッツォ？クリームが挟んでるロールパンみたいなやつ。あれも一回しか食べたことないんですよね。一回しか。でも、その一回がすげえうまくて一生の思い出だわ。一生の思い出。でも、こういうの、うわ、このバーガーうまそう。某ハンバーガーショップのやつ全然ちげえじゃん、これ、マジで。で、これうまそうだなと思ったから、これにしよう。すっげえうまそう。めっちゃよだれ出てきた。どれかカードを選んで、なんかちょっと前にやったタロット占いにちょっと似てんな。じゃあ、この、右上にしてやるよ。映画館でデートどの席やる？俺、こういうのね、マジわかんないんすよ。これ、デートノウハウ。俺ね、デートはね、ロジカルじゃないと思うんですね。デートは、それこそ感情で、直感でやるべきだと思うんですよ。いや、知らんけど。マジで知らんけど。で、なんか綿密に計算されてデートって嫌じゃん、なんか。最前列ってよく考えたら、見づらいか？すまん。でも、こういうとこも俺らしいってことで許して。自分の名前書くときに使いたいペンを選んで。名前書くんだろ？普通黒じゃない？普通ってことはないか？黒。新しい街に引っ越します。好きなやろやろ。何このポケモン GO みたいな。ポケモン GO じゃん、これ。結構な青いのにするわ。自分の下に一番よく似たコーデ。あー、俺ね、おしゃれじゃないんですよね。でもおしゃれな画像しかないわ。で、この左上の、これにしよう。なんとかね、服の色味が近い、割と。おしゃれな男になりたいですね。魔法使いから鍵を渡されました。どんな鍵？渡してくんな、マジで。何の鍵だよ、怪しいな。捨てるぞ、マジで。これじゃない、右じゃない、これ。あ、他でもあんの。右だろ、なんか魔法使いが渡してくる、なんか、変な鍵。怪しげな。友達がダンスパーリーに行くらしい。彼女に会うアイシャドウは？その友達ってのが女性ってことだな。ダンスパーリーに行く女性とかもう見たことも聞いたこともないわ。いや、知らないだけで言ってる人いるかもしんない。俺がちょっとこのアイシャドウを教えてやるから言えよ、マジでダンスパーリーに行くときは。ダンスパーリーに行くのはやっぱりこう、てかそもそもアイシャドウってどこの部分？目の影だろ？よくわかんない。やっぱりこの、ね、このワインレッドがいいんじゃないですか？知らんけど。食べてみたいパンを選ん、パ、パイ、パイを選んで。パンじゃない。パイを選んで。僕、生クリームべっとりのやつよりも、ちょっと、中がゼリーっぽくなってるやつがいいんですよね。これ、うまそうだな。右上。これうまそう。一番落ち着きそうな場所を選んで、どこも落ち着かねえけど、まあ、なんか、いきなりでっけえ津波とかが来ても、逃げられる可能性が高いだろう。やはり高台がいいっすね、高台が。たまにの草原にする、草原に。ドアがあります。向こう側に何があるのかわかりません。どのドアを開ける？どれも開けねえ。あ、なんか、この左のあれ、どこでもドアみたいじゃん。ちょっとこれ開けてやるよ、じゃあ。どこでもドア。
一番美味しそうな前菜を選んで。あ、いいですね。このチーズと、ね、これベーコン、ハム、これいいね。生ハムかな。二人の友達とルームシェアすることになったらどの寝室である？皆さん、ルームシェアはしたことありますか？わいはありませんね。一生ねえわ。そういう親しい友人いないしね。じゃあ、ここにしよう。あなたは、サノハ。とても論理的、計算高い人です。そう。ごめん、そうなんだ、俺。分析的な頭脳を持ち、状況を様々なことが見ることに長けています。ちょっと表現が良すぎるな、これは。ビビリなんですよ。だからリスクヘッジに重きを置いてんの。あなたは物事を座る、成長することを得意しています。常に理性的な人。あ、確かに、あまり Y が、こう、ブチ切れたり、なんかこう、取り乱したり、イライラしてたり、そういうの、感情的なものはね、あんまないっすね。ないって人に言われるし、自分でも思う。だから、多分理性的な人っていう枠には収まる。それがいいこととは思わねえけどな。はい、最後のご視聴いただき、ありがとうございました。では。